ドラゴンズが6勝2敗とこのカードは4つ勝ち越しています。中日ヤクルト9回戦です。しかしゲームは2対1とスワローズがリード。ペタジーニに第13号のツーランホームランが出ています。ヤクルトスワローズ今日は宮出が先発、したがってまあ打線の援護が欲しいというところでしょう。高橋聡から始まります。7番からの攻撃です。野口がもう一つ今日は調子に乗り切れていません。ここまで許したヒットが4本、一方ドラゴンズはまだヒット1本だけ。さあバットの先で持っていった、意外に伸びる、センター関川が取った、取りました、ファインプレー。これは野口を助けました。ワンアウトランナーありません。いやー小松さん、これはピッチャー助かりました ね、 そうですね、よく伸びますよねこの人。最後の一伸び、関川が軽くジャンプをして向こう向きの体勢で取りました。当てただけような打撃ですけども ねちょっと泳ぎ気味でバットを投げ出したような打ち方だったんですかね。力当てますね、ウォーニングゾーンのラインのところまで飛んでいきました。そして今日タイムリーエラーを演じてしまった馬場がバッターボックス。今季初スタメンです。バッターの馬場は34歳です。ゴールデングラブ賞を95年96年と2年続けて取っています。当たり損ね、福留ツーアウト。2アウトを簡単に取っています。まだ三者凡退は一度もありません。ドラゴンズの守り、やっぱりね、守りのリズムがまず良くないと攻撃にね、いい影響を与えませんよね。そうなんですね、おスライダー引っ掛けた、あっとこの嫌な打球だ、ゴメスだ、一塁はセーフになってしまった。内野安打、ボテボテの当たりでしたが、これが宮出には幸い。なかなか3人で終わりませんね。終わりませんね、三者凡退が取れません。完全にもうボールの頭を叩いたような打球だったんですが、セーフティーバントしたような緩い当たりになりました。2アウトランナーは1塁です。1番の飯田につながります。飯田5月の12日に1軍に戻ってきました。真中がしたがってスターティングメンバーから現在外れています。まあやはり実戦の勘がまだもう一つということで、飯田もまだ本来のね力は出してませんね。そうですね、守備と足が本当展開一品ですけどもね。すごいですね、ワンエンド2ランナーを出しますとちょっとコントロールがつかないという野口です。ヒットをすでに5本許しています。フォアボールが1つ、ちょっと苦笑いに変わっている星野監督、厳しい表情の山田コーチの顔が映りました。
スライダーがこのコースに決まればいいんですが、去年はヤクルトに対しては3勝1敗防御率が 1.43 と非常に安定した数字を残しています。あっと際どい 2-3 取って欲しかったなという中村、少し低いですかね、ちょっと低いですね、去年はヤクルトに対しては4完投です。完封も一つ記録しています。スライダー打った、セッカーのほとんど正面、3アウト、ランナー1人は出しましたが4回の表は0点に抑えました。2対1ヤクルトがリードしています。